半身の動きをしてみたいと思います。下半身がしっかりしている分、上半身は柔らかいイメージを表現したいと思います。手は両手をいつもバランスよく使うのが韓国風の特徴でもあります。バランス、例えば両手を開いているところで45度に開いたら、この左右の手が同じような感覚タイミングで自分のおへそのところで、また後ろの手はこのおへそを通過しての手がこの肩になります。韓国の伝統舞踊は、伝統舞踊の衣装はチマチョゴリですから、チョゴリがこういう感じになっています。なので胸を開いたりすることはとても衣装にふさわしくないので、上半身を包むような感じで表現していただけたらいいと思います。まず手を開いて、この時も呼吸は上に上がります。こういう状態でスタートします。1、息を吸って上々に伸ばす、吐きながら一緒に戻す。で、この手を今度は裏返しにします。手のひらで押すような感じでゆっくりと伸ばしてから、息を吸って上に上がって吐きます。もう一回吸って吐いて、吸って吐く、もう一回吸って、ゆっくり吸ってゆっくり吐いて、息を吐いて上がる時にまたゆっくり息を吸って吐きます。吸って吐いて、吸って吐く、吸って吐いて、吸って吐く。これを拍子をつけると、1、2、3、安、4、1、2、2、3、安、4、4拍子なんですけれども、1、4の3拍子が入っています。2、4、3、4、4、4で戻します。だから一個一個が1、2、3、4なんですが、1、2、3、4の中、1と2の間が3個の拍子があるということが、まあ、皆さんに理解できたらカウントの数え方が分かると思うんですけれども、ちょっと難しいと思います。両手を横に伸ばす動きをしてみましょう。右へ足をかかとをつけたら、前にこの状態で戻します。また手はそのままにして戻します。この時お腹で息を吸って吐きます。もう一回息を吸って吐きます。後ろにも両手まっすぐに伸ばして、吸って吐いて、吸って吐くいう感じなんですけど、この両手の使い方としては、両手が横に行くときは腕時計を人に見せるような手をしてします。で、また人親指をつけて、手につけて、人差し指、小指が若干上になるように手を動かします。このイメージはハスのつぼみをイメージします。手がこういうに下がったりこういうに上がったりすると、線の
切れて線が切れてしまうので、なるべく線を切れないような柔らかいイメージを表現できればいいなと思っています。第3の手の動きとして、今度は両手を上に伸ばす手をしてみたいと思います。この手はまず両手が横にいた状態で、右手をこういう感じで開いて、手のひらが天井を向くようにして、まっすぐに右のところの耳のところに手をまっすぐに伸ばします。で、この状態、息を吸っている状態なので、息を吐きながらゆっくり手を下ろして、でこの肘が落ちないようにこういう感じで手を押すような感じで、ゆっくりとじわじわと伸ばしていきます。左の手も同じように、まず手をひらに返してあげて、今度は左の耳のところに持っていたら、息を吐きながら下ろします。で、耳のところまで来たら、手のひらで返すような感じで、ゆっくりと回して戻します。今度は右手をもう一回、1、2、3、4、1、2、3、安心。これを動かして、1、2、3、安心。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 後ろに1、2、3、安心。1、2、3、安心。ゆっくりと伸び伸びと、オーに大きく息を吸って、ゆっくり伸ばす。筋肉一個一個を大切にして、円に安心の状態で、また大きく息を吸って戻すときは丁寧に